んばんは。こんばんは。ちょっとゲリラ放送なんですけど。ちょっと急遽ね、配信を始めております。家に帰ってきたので。こんばんは。話ありがとう。こちらこそ。今日はテロップにもあるんですけど、リアルお話かよね。ありました、ラストです。もうラストのリアルお話し会でした。次ね、ちょっとリアルでお話しできるのはいつになるか分からないんですけど、ラストはね、浴衣で夏っぽく終わりました。ありがとうございました。大阪楽しかった。髪の毛とかもね、なんかすごい、もうすごい綺麗なまとめ髪だったんですけど、帰るにあたってね、ちょっとなんかほぐして メイクさんに三つ編みをしてもらったんですけど、ちょっとさっきまで帽子かぶってたんで、もうボサボサです。まあちょっとね、綺麗な姿は お話し会に来てくださった方限定になっちゃいました。ありがとうございました。楽しかったです、本当に。明日もね、お話し会の振り替えがあるので、ぜひぜひ。おたまじゃくしがついてるんかと思った。おたまじゃくし どういうこと？どこが？これ？髪の毛かな？独特な世界観。それは楽しかった。大阪、また大阪来たいね。そう、明日はね、結構遅めなんですけど、振り替え6時ぐらいかな。ツーショットとサイン会もあります。あります。ぜひね、券をお持ちの方はぜひぜひ明日やりましょう。こんばんは。タワーありがとうございます。とうとうさん、タワーありがとうございます。書きます。明日よろしく。明日よろしくお願いします。待ってます、待ってます。そうなんですよ。明日私と多分千穂さんだけかな、振り返りの話し会は。とうとうさん、たぶんありがとうございます。大きい熊のタワーでした。よいしょよいしょ。今日は浴衣だったんですけど、どうでしたかね。写真ね、ツイッターの方に載せてるんで、見てもらえたらわかるんですけど、何気にそんな着たことなかった白色の浴衣着ました。今日はありがとう。こちらこそ。白に青です。すごい、なんか皆さんが優しくて、浴衣めっちゃ褒めていただけてめっちゃ嬉しかったです。ありがとう。着てよかったなって思いました。ちょっとあげようかな。
似合ってた、嬉しい。ファンの方もね、何人か本当に数人やけど浴衣着てる方もいらっしゃいました。夏を感じたね、夏感あった。時期的に早くない？そうなんかな、なんか広島結構祭りがあって、夏祭りがこんぐらいの時期に結構だから、なんかめっちゃ早く感じなかったけど、他のところだったらもしかしたらあれなのかな、そんなにないのかな。今日は大阪だったので大阪名物とかもめっちゃ食べました。たこ焼きとか551とか美味しかった。浴衣だからめっちゃあれだったけど、お腹キツキツだったけど、なんとか食べました。クマありがとうございます。クマ、姫路市では浴衣祭りです今日。あ、そうなんだ、ちょうど姫路だったら大阪に近いですね。いいねいいね。今日結構ね、なんか差し入れがいっぱい来てて、ご飯とか、だからこれ食べたらきつくなるなと思ったんだけど、ちょっと誘惑には抗えずに食べました。浴衣ってさ、なんかすごい、なんだろう、大変っていうかなんか手間が、着付けてもらったんですけど、やっぱ毎回ぱ手間がかかるなって思いました。なんか帯で締めるだけじゃなくて、帯の下にめっちゃタオルをなんか3枚ぐらいギュッギュッって重ねるんですよ、腰回りに。でそれでなんか帯をギュッって締めるから、なんかもう圧迫みたいなすごい圧迫面接が行われてました。めっちゃきつかった。なんとかたこ焼きは食べました和服美人嬉しい。リアで浴衣見たかったな。ねえ、見てほしかったけど、もう浴衣を着るのはあと1年後とかかな。どうだろう、いつだろう、来年かもしれません。また来年お待ちしております。もう今年はないかな、なさそう。やりたいけど、何回でもやりたいけども、オーショット着たい。オーショットね、またメールとかツイッターに載せようかなって思います。 T シャツすごい。なんで T シャツ、何がこれ、蝶です、ジュエティ。ちょっと見えなくなっちゃった可愛いですよね。そう、確かに浮き出してる。トリックアート、バタフライ。そう、コバチャさん、タワーありがとうございます。すごい、なんか6月もしかしてなんかウェディング系のタワーになってるのか、変わったのかな。ありがとうございます。見たことないタワーな気がする。ジューンブライドなのかな、やっぱり。こばちゃさん、タワーありがとうございました。リアルお話し会もありがとうございました。なんか今日は
そのお話し会の会場で新グッズとかも売ってたんですけど、ウェディングドレスがね結構いろんなアクスタとかいろんなグッズになってたんで、うちわとかすごい、あの買ってくださったファンの方がなんか店に来てくれたんですよ、お話し会に。それ私実物見たことなかったんですけど、めっちゃ良かったです。なんか漏れてた写真集届いたよ、ひなり構成届いたね。なんかあのこの間ショールームで写真集の販売してたんですけど、24日から届くようになってて、結構もうその抽選に当たった方とか何人か教えてくださったりしてましたが、どうでしたかね。当たりましたね。抽選に当たった方のには多分全部サインが入ってると思います。いやでもね、当たらなくてもね本当に、ね、購入してくださってありがとうございました。もうちゃんとね購入してくださった方の名前はもう私の目と脳内に焼き付いているので、ぜひぜひ本当にありがとうございました。大切にしてあげてください、私の写真集を。うん、明日届くってお知らせ来てた。お楽しみですね。あ、すごい帯込み当たった人とかもいるみたい。ありがとうございます、嬉しい。今日のお話し会でもすごいね、なんか写真集いいねって、なんか結構写真集発売してからもう2ヶ月ぐらい経つんですけど、なんかすごいねまだ感想とか伝えてくださってめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。やったね、うん、また次も重版ができるように頑張っていきますありがとうございます。もうそんな経つんだ。そう、4月に発売して、そうなんですよ、もう早2ヶ月ぐらいになります。びっくり、早い。なんかね時間が過ぎるって本当に早い、うん、おきさんの写真集買いました、ありがとうございます、ありがとう。生誕祭かもう4ヶ月。そうなんですよ、1月に生誕祭やってね、もう自分の生誕祭もね、もうちょっと半分したら始まってしまうよ。今日誕生日の人めっちゃいたな、そういえば。今日誕生日ですって人なんか5人ぐらいいて、なんか6月24ってなんかあるのかなって思ったそんなにってぐらいめっちゃね、今日誕生日ですって人めっちゃいたんですよ。6月生まれの人が多かった。なんかでも意外と結構ファンの方の誕生日近い、なんか重なりやすいかも。なんか連鎖して聞く、一人誕生日ってなったら大体お話し会で今日誕生日ですみたいな人もう一人ぐらい現れる共鳴するんですかね。そう、今日多かったですね。6月1日誕生日です。おーいいね、6月の始まりだ、うん、意外と6月まで多いね、うん、アイドルと同じ誕生日になりたいですかあーでもいいかもね、推しの誕生日と同時に自分の誕生日も祝えたら一石二鳥。こんばんは、こんばんは結構いろいろなんか夏フェスとかなんかね出演情報とかがすごい
いっぱいいっぱい流れてくるんですけど、もうね、なんかねちょっと追えないって人は私のツイッターとか見てもらえたら、あの出演するやつとかね、あの告知ツイートとかにいいにしてあるんで、よかったら見てください。結構ね本当にいろいろ夏は出るんですよ。サマステとかもそうだし、ティフとか、なんか岐阜県とかすごい、やあの山中湖、山梨か、山梨とか、なんか本当にツアーも含めてだけど全国に行くんで、そうなんです。群馬にも行くし、もしね近くに住んでるとかあったら遊びに来てください。ツイッター見るね、うん、いいね見たら多分わかると思う。でもねちょっとアンピーとかさやかりんへのいいねも多いかもしれないちょっとひいきが、ひいき目が、それをくぐり抜けたらあの大体ありますついついねなんかいいねしがちなんですよ。推しメン、そう、ニキの推しメン、甘いって言われた、サーヤンに。でもサーヤンにもだいぶ甘いんだよって言った今日楽屋もずっと隣だったんですよ、新幹線の中、もう朝も夜もだからずっとなんかサーヤンが隣にいました。楽しかったな。もう何話したか覚えてないぐらいだけどいろいろ話しましたね。3期の推し面いるんか。3期生はね、なんか推し面はまだ決まってないかな。リア中がちょっと気になるかなって感じだけど、そうね、まあ徐々に徐々にツアーとか見つつ決めるっていうか、決まるもんじゃないから、決めるもんじゃないんだよ、おしめはなんかもうなってるんよもうすぐに、そうですね、気づいたらなるもんなんで そう、アライリアちゃん可愛い、顔が整ってらっしゃる顔から入っちゃうね、やっぱ。古文できそう私古文を作ろうとしてるんじゃないんですよすごいなんか親分みたいに言うけど、私古文を作ったことはないんですよ。お言葉ですが、弟子入りを志願する3期生いるのかな、いるかな、どうだろう。まあ弟子入りされたところで何も多分教えれんけどでもいいね、仲良くなりたいねうん、そうなんですよ。なんかももちゃんが入ってくれたらしい、あのチルドレンに。多分もうももちゃんしかいないけど今んとこなんかね入ってくれたんですよ。今んとこ何も活動的なことは何もしてないけど、ただそれただの私とももちゃんじゃんって感じだけどまあ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 、ありがたい。パセリは違うの、パセリはチルドレンじゃないからね私より年上だからチルドレンとはまた違う。あれはあれですね、私を推しメンと言ってくれてる
方ですね。誰を仲間にしたい、そんなドラクエみたいな、そんなそんな、私が仲間にしたいって言ってそんな選べる形式、ドラフトみたいな。仲間にしたいとか思ったことないな。仲間にしたら危険そうだなってのはいるけど、宇都宮さんとかね、やばいなって思う。リコチとか、そこら辺はちょっと危ない、危なっかしい。今日でもお話し会でなんかおきちゃんが、なんかね、 MC でおきちゃんがいつも何言うかハラハラし、なんか戦々恐々してるんだよねみたいなって、戦々恐々って単語、そのなんていうの、ホラー以外での表現で聞いたことがなくて、なんか戦々恐々って絶対私は安心だと思うんだけどなって思ったんだけど、なんかその方はね、すごいなんかいつもね戦々恐々としてるんだよねって言われて、いやもっといるってみたいな、絶対もっとハラハラドキドキする人いるってって思ったんやけど、すごいね、次元爆弾みたいな扱いをされました。初めて言われた戦々恐々は、ちょっと面白かった。言葉選びが危ない自覚ないんか。なんかさ、そうかね、そんなかね。ちょっとそれはもしかしたら自覚ないのかもしれない。私は今んとこ何も思ったことなかったけど。無自覚にコンプライアンス攻めてる。うそ、私コンプライアンスは結構守ってる方だと思うんだけど、絶対にいるんよ、もうもっともっとなんかね、ちょっとね、納得はいかなかったです。もっといるでしょみたいな、工藤理子ちゃんとか宇都宮りねちゃんとか清水沙羅ちゃんとか、もっとなんか探せばもっと出てくるはずだと思ったけど、まあね、受け入れとこう、甘んじて。何気にキャプテンも危ない。みちゅさん、みちゅさん、みちゅさんね、まあでも確かになんか変なところで笑ったりとかするよね、ちょっと意味深なところとかで。まあね、それでなんかちょっと今日はね、そうなのかっていう衝撃を受けました、お話し会で。っていう感じでしたね。一期生の中では、一期生だったら、そう、一期生だったら誰だろう、一期生で危ない人って いるかな、どうだろう。なんか私の中でそのさっき名前を出したメンバーは結構予測不能なメンバーって感じなんやけど、1期生の皆さんでその予測不能、
まひちゃん、あー、まひなさん、まひなさんはでも私一回なんかの MC がなんかすごいハラハラドキドキだった思い出があって、普段はすごいめっちゃしっかり者っていうか、もうみんなのお姉さんみたいな感じで、全然なんか危なっかしいとか思ったことないんですよ、まひなさんに対して。でもなんかの MC ですごいなんか、なんだこの独特の空気はみたいなことになった MC があったよね。なんだったかな、んか四国の、私は出てなかったんだけど、なんか勝手に四国観光大使の講演のなんか、あ、DMM を見てて、配信を、なんだったっけ、結構前だったからあんま覚えてないんですけど、なんかね、まひなさんの好きなお菓子を当てるみたいな、なんか謎の MC があって、でまひなさんがすごいなんかヒントみたいなのを出してメンバーが答えるんやけど、なんかまひなさんの好きなお菓子はもうジャンルとかじゃなくて、なんか商品名みたいな、ザ商品名な感じで、でも商品名ってやっぱ出せないから言葉に、なんか結局なんか答えもなんか言えないみたいな、なんか謎の、ちょっとあんま覚えてないんだけど、すごいね面白い、すごい不思議なね、あ、ポイフルそれはポイフルの説明ってちょっと難しいね、あのちょグミみたいな、なんかね、あのすごいそれがねめっちゃなんか面白かった思い出がある。なんかね、なんかね、そんなすごい多分他の人からしたらそんな印象に残ってないかもしれないけど、私は結構もう半年経っても覚えてる MC、 なんか面白かったんだよね、なんだこの独特の間はみたいなってことは、うん、ありましたね。他の人なんもないかな。現場いたけどずっと頭から離れない、やっぱそうなんだDMM で見ててもやっぱそうなったから、クマありがとうございます。 MC 葵さんの紹介本人か怒られないの、あああれね、自己紹介 MC の時になんかね、私がだいたい私2列目の最後なんですけど、で3列目ね、僕恋公演の時はね、私の次がだいたい葵さんで、なんかね葵さんになんか空の色は青いとか、なんか岡山の空はみたいな言って、なんかこう無茶ぶりをしてた時はありました。今はもう葵さんじゃないんだけど、今地方さんかだいたいそこにいるのは。でも今もう僕恋も花誰もその2列目のあれなんですよ。でだ いつもなんか3列目に無茶ぶりをしてたんですけど、楽しくなっちゃって、なんかある時あかりんさんにほんまにあれしんどいけんやめてほしいって、あのすごいあのマジな顔で言われてもう疲れてたんですよあかりんさんがめちゃくちゃ、なんかその無茶ぶりのせいで3列目全員がそれをやらなきゃいけない空気みたいな、であのそっからはやめましたなんか本当に疲れててそうなんですよ。それまでは割となんかね、どうやって振ってたかもあんま覚えてないんだけど、なんか振ってましたね、うん、そうなんですよでも私が振らなくてもなんか2列目の真ん中ぐらい、だいたいみちさんとかの時から始まる時もあります。だから私のせいじゃない時もありますけどね。なんかさこちゃんとかも3列目の自己紹介だからちょっとかわいそうだなって思って最近はちょっとね、落ち着かせてます。なんかさこちゃんがまあユミリンさんのポジションなんですけど、なんかユミリンさんって結構さ曲の前にいろいろ話してから曲に入ることが多くて、でさこちゃんもねなんかそのユミリンさんと同じくいろいろ話してスピーチして曲紹介するっていうのをやってるんですよ。ペダルの前とかね、ペダルと車輪と来た道をとかの前にいっぱいいろいろ喋るんですけど、
毎公演毎公演って結構喋るの大変じゃないですか。でもすごいさこちゃんが毎回なんかちょっと若干困りながら喋ってるのがめちゃくちゃ好きで、なんかすごいね、後ろの方でさこちゃんがセンターなんで、こう後ろの方で見ながらね、いっぱい経験積んで上手くなるんやでって、あの後方保護者面で見てる頑張るんやでって、あんたが STU の未来を背負うんやでってニヤニヤしてる、うん、あの時の現場の空気はもうすごい、あの温かな見守りの空間です。めちゃくちゃ、話し会ありがとう、こちらこそありがとうございます。そうなんですよ、本当にね、いい、めちゃくちゃ。なんか最近ツアーのレッスンがやっぱりいっぱいあって、でこうもう全員集まってやるんです、まあ、お仕事でいないメンバーとかもいるんですけど、もう全員ほぼ全員集まって、でなんか曲とかやって、なんか29日のメンバーで踊って、次30日のメンバーで踊ってみたいな感じでやるんですけど、もうねさこちゃんのダンスがね本当に素晴らしくてね、こう30日の私29日は出て30日は出ないんですよ、ツアーね初日がこう30日のメンバーのダンスとか見てるんですけど、いやとてもとてもパフォーマンスが素晴らしいなと思って、もっともっとねいろんな人に知ってほしいねもっと評価されてほしい。こんなに髪質がもうアイドルなんか髪が踊ってるっていうか、髪のこうこう払った時の落ちるスピードがもうアイドルなんですよね。こう柔らかいのかな、猫っ毛なのかな、すごいと思って、髪までアイドル、あれはもう天性ですね、才能だ、うん、だから大体結構すぐストンって落ちるんですけど、なんかさこちゃんはなんか余韻がこう広がったらこっちから順番に落ちていくみたいな、もうなんかすごいんですよ、ターンした時とかに。めちゃくちゃね、それを見ながらねスタンディングオベーションしてます、素晴らしいって。これは絶対カメラで抜いた時に映えるぞって思いながら見てますうん髪の滞空時間がアイドル、いやね、そうなんですよ、本当に素晴らしい、うん、スタイルもいいし、めっちゃ語ってるさこちゃんについて本当にね、どのメンバーでやってもねいいって思ってもらえるようにちょっとね頑張りたいと思います、ツアー。頑張るぜ。でもなんか当落発表があったから、すごい今日いろんな人がなんかここは行けてここは行けないよみたいな教えてくれました。カメコで来るって方とかも結構いらっしゃった。うん、フェストリア毎回変わるの、それはもう見てからのお楽しみです楽しみやね、うん、結構兵庫と大阪が落選してる人多かった、やっぱ初日と千秋楽だから
苦戦してたかも。当落発表確認忘れてた。お、よかったよかった、確認してみてください。そう、大阪はね全員出ます。全員出たら結構多いかも。待ってます待ってます。そのプレミアムシート当たったって人とかいて、ありがたい本当に。いやー楽しみ、今一番楽しみかもしれない、ツアーでいろんなとこ行くのが。しております。頑張れ、ありがとうございます。頑張ります。サプライズもワクワク。サプライズねあるのかなっていう話を今日メンバーとした。なんかねサプライズあるのかなって、なんかお話し会とかでも、なんかもう次のシングルの曲撮ったりしてるのって言われたけど、全然してないですね。サプライズねどうなんですかね、ドーンってあるのかな。ツアーの発表もサプライズだったけど、ツアー中もサプライズあるのかな。まあね、それがあるかどうかは分かんないですけど、うん、楽しみですね。しらばっくれるおきちゃんであった。何もこれはねガチ何も知らないやつです、うん、でも9枚目シングルのなんかあの発売の発表はねクリスマスコンサートだったんだよね、懐かしい。でーんって懐かしいね、それがあったの。クリスマスコンサートのねラストで選抜発表あった。選抜発表の時って皆さんも一緒に知りたいですかね。なんかよくさライブの最後にサプライズするなしないでほしいみたいな人の意見もあるじゃないですか。どっちがいいんですかねっていう話も今日メンバーとしてすごいいろんな話を。なんかね選抜発表大体ファンの方の前で発表してることがあって、私の初選抜もなんかね握手会の時に発表したんですよ。でもコロナの時はファンの方に発表せずに、なんかズームで全員集合して発表したりとか、コロナじゃない時でもなんかもう内々にその曲を発表し、なんか曲が出ること、メンバーを発表してから曲を出すんじゃなくて、曲を出す時にメンバーを発表するタイプの時はもうなんか LINE のグループに、なんかライブ終わりに携帯見たらもうなんか LINE のグループに何枚目シングル選抜メンバーラインみたいなのが出てきて、なんかそれに入れられてて、そこで知るみたいな。なんかねそっちタイプもあったから、みたいな、あ私選抜なんだみたいな。そう、まあ、それは1回しかなかったけど、さすがにそれもありました。あれそれはねもう超タイトスケジュールで、もうその日のなんかツアーだったんですよ。それがツアー終わった後になんか広島戻ってもうレッスン場行って、選抜メンバーだけ振り入れして、でもまだ
歌詞とかは来てなくて、とりあえずメロディーだけで振り入れして、でバス乗って MV 撮影地に行って、朝撮影みたいな、なんかすごいハードスケジュールだった時がありましたいや、よく頑張ったの。多分その時初選抜とかだったら、もう多分喜びを感じる前にもう始まってるみたいなすごい忙しかった。そう、タイトスケジュールだった。うん、そうなんですよ。心の準備の時間欲しい。息をする心は割と心の準備あったね。曲も、ま、曲っていうかメロディーも結構初期に分かってたし、うん、そうね。まあその時によるよね、本当に。準備がある時もあれば、めっちゃタイトな時もあるし。息をする心は、うん、割と余裕があった。男性 MV だったからかな。だからね、10枚目はどういう発表のされ方をするんでしょうね。またもうもうはい行きますとかだったらどうしよう。ちょっと怖いな。余裕、心がのね、なんか余裕みたいなのが欲しいけど。うん。まずね、選抜に入れるかどうかですけどね選抜発表自体に不要感はないっす。あ、そうなんだ。ドキドキ感みたいなのは感じないタイプですかね。なるほど。私は割と結構ドキドキしながら見てます。誰が入るんだろうとか、どのメンバーなんだろうみたいな見てますね。いろんなタイプがいますね、じゃあ。抽選で消えますとかだったらドキドキしてる。いやー、くじ引きで消えますとかだったらもう超ドキドキしてると思う、多分。超絶ドキドキしてると思う。くじで選抜決めますって、じゃんけんみたいなもんか。多分めっちゃドキドキしてるかも。もう運で勝ちたいってなるかも。うん、多分一番ドキドキしそう。多分もう一喜一憂の差がすごいと思う。うわっ、なんであの時みたいな。じゃんけんとか、多分じゃんけん選抜とか、多分もうあの時パー出しとけばって後悔をめっちゃしそう。運だと割り切れるのかな、どうなんだろう。やったことないからわかんないけど、うん、あ、やったことあるわ、負けたわ、そういえば。やったことあるわ。うん、やったことあります、経験あったわ。そういえば負けた。でもなんか私が負けたのは多分本当予選の予選とかで負けたから、まだ多分これがなんか決勝戦とかだったら多分もうめちゃくちゃ悔しい気持ちでやってるかもしれない、もしかしたら。懐かしい。そう、じゃんけん大会やったで、ドラさんが、そう、多田さんたちが優勝したんよ。まさかの「ひまわりのない世界」っていう曲出してた。わあ、そうや、思い出した。でドラさんが曲もらってるみたいな、まだそんな全然活動できてない、活躍とかも何もない時にセンター取ってて、
めっちゃ羨ましかったね、センターっていうか楽曲もらって。そう、懐かしい、あの曲好きなんですよね。ひまわりのない世界へ行こう、いい曲。そうなんですよ、やろう話が行きました、ありがとう。クマありがとうございます、クマさん、クマクマクマ、初見です、どうもポキオです、ポキオです、オキポと呼んでください。せいちゃん事務所移籍決まったね、ねえすごい嬉しかった、福岡せいなさん。お、クマありがとうございます、クマクマクマ、車じゃないよクマクマクマ、歩けないけど訴えるよ、喋れないけど踊れるよ、僕はクマ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 。これめっちゃ小学校の時の合唱コンで歌いました、小学校2年生の時、可愛いでしょなんか永遠に歌ってしまう、これ可愛いでしょ、小学生がこれやるんだよ、絶対可愛いよね。合唱コン、なんか発表会があって、小学校の学校で秋にね、音楽発表みたいな、学年ごとに1年生からだん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 なんか難易度が上がってくるんですけど、なんかね演奏と合唱をやるんですよ、結構ねガチって練習してましたね、うん、こんなね小学校2年生とかではこんなクマクマって歌ってるんですけど、もう 5年生とかになったら凱旋行進曲とかなんですよ、ちゃんちゃんちゃちゃちゃじゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃじゃんってピアノやってたんですよ私、その凱旋行進曲の、うん、めっちゃ頑張ってたなんかすごい盛り上がるくない、ちゃ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 じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃ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 ん、クマありがとうございます、クマ。シンバルとかいたの、なんかねだんだんこう1年生はあの鍵盤ハーモニカとリコーダーだけなんだけど、だん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 こう徐々に徐々に学年が上がるにつれて楽器が増えてくるんですよ、だからもう6年生とかもすごいですよ、もうなんかすごいあんま聞いたことない楽器とか音楽室のなんか倉庫に眠ってるような楽器をね取り出してやってましたね、うん、ピアノは人気でね、なんとか頑張って勝ち取ったんですよ、なんかルールみたいなのがあって、なんか1年前にその特別な楽器をやった人は次の年はリコーダーか鍵盤ハーモニカ、なんか大勢がやるやつをやらなくちゃいけなくて、5年生の時にピアノを勝ち取ってしまったから、6年生一番華やかな、もう6年生が一番華ですから、一番華の6年生の時にリコーダーだった、その他を大勢のちょっとそれは悲しかった、そうローテーション形式、みんなが鉄筋とか木筋とかも人気だから、うん、たまになんかすごいなんか幼稚園とかの合唱合奏合奏コンクールとかなんかすごい
YouTube とかおすすめで流れてくるんですけど、なんかめっちゃ完成度高くて、これはなんだみたいな、この幼稚園は何、凄腕スーパー幼稚園生が集ってるのかなって思って、学校を見たらなんか普通に割と地元とかのなんか知ってる幼稚園とかの名前とかでびっくりして、もしかしたら岡山はもしかしたらなんか音楽性が あるのかもしれない別に母校ではなかったけど普通に知ってる学校だし、私の通ってた小学校もめっちゃ毎年音楽力入れてたから、ワンチャンそうなのかもしれないっていう、あの考えました。でもそうでもないのかもしれないでも考えてみたらなんか高校もなんだろう、絶対にこうバンドの演奏とかが入学式とかであったりとかしたなみたいな、歓迎会みたいな、うん、そうなんですよ、すごいブンブン奏でてる。これは広島のあれですね、野外ライブですね去ってきました、タイミングが野外ロックだった。いやフェス楽しみだな行かなくていいの、ちょっとねリストバンドもらってないから行けれない入場のね証がもらってないから、ちょっとそこはダメでした。声出しあるしフェスとか楽しくなりそうね、もう多分夏やばいよ、楽しい。岐阜とかすごそう、痛っ声出し。楽しみこの間のフェスも結構すごかった。てか今日のお話し会マスクなしでもよかったんですよ、何人かマスクなしの人もいて、なんか久しぶりにねお顔が見れました。でも結構してる人も多い、半分以上はしてたけど、全然ね、まあまあ花粉症とかだったらあれだけど、全然外しても任意そう任意で外してもいい、そうもう並んでる時から外してもいいの。マスクつけてくださいって言われた、え嘘、なんかマスク外してもいいんだってってなんか言われたんやけど、あれそうなんかな、なんか結構何人かマスクホームページに着用って書いてある、あそうなんかな、あれじゃあそうか、じゃあちょっと聞かなかったことにしてくださいそうなのか、まあでも よくなさそうやけどね、あのもうしなくてもねよくなりそうだけど、ちょっとね今の聞かなかったことにしてください、危ない危ないまあでも私はあれやわ戦々恐々来た、これは私が悪いのか、汗これはもうはめられたとしか言いようがない、あせあせ怖い怖いあでもなんか入り口で任意って言われたらしいよ、じゃあ会場、まあ、それはちょっとねあれだね、ちゃんと書いてなかったホームページがあれかも、
ちょっと悪いけど、ニーニーなんだって。だから多分もうね、良くなるんじゃないか。そしたらね、皆さんのお顔がね拝見できるので楽しみですよ。私はね、もうこうマスクほとんど外してますね。っていうのもなんかメガネ、すっぴんの時はメガネしてて、メイクしてる時はもうマスクを絶対にしたくなくて、だからもうなんかガチで顔漏れてないって時はするけど、それ以外の時は大体外してる。暑いので、でもメンバーはね半分ぐらいはしてるかも。でももう考えたらメンバーってコロナ前からめっちゃマスクみんなしてるわって思って、なんか特に変わった光景ではなかったみんなオフの日はみんなマスクしてるわ、そういえば。芸能人あるある、すっぴん隠しみたいなものだね、もはや。57分、あ、ちょっとそろそろ壇上読んで終わろうかな。では壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位エリオさん、12位パチロクさん、11位ジュンちゃん、10位ジェリーさん、9位カズノリさん、8位ホクさん、7位バオバブさん、6位50代独身さん、5位ササックさん、4位シロクマさんでした。13位くらいまでの皆さんありがとうございました。そして3位アチャさん、2位トートーさん、1位コバチャさんでした。最下位1位までの皆さんありがとうございました。タワーもありがとうございました。クマタワーと指輪のタワーもありがとうございます。今日はリアルお話し会もありがとうございました。明日は、前できなかった時のね振り替えのオンラインのお話し会があります。サイン会とかもありますので、夜なんですけど、私は夜の方6時とかそこら辺なんですけど、お待ちしております、うん、ありがとうございました。今日見てくださって今日も楽しかったです。いっぱいねお話できて、明日よろしく、明日もよろしくお願いします。ということで58、あと2分やね。おやすみぽやん。疲れ様でした。おつおつです。ショールームの写真集届いた。お、続々と、ありがとうございます。ありがとうございました。今日楽しかったです。おやすみなさーい。ゆっくり休んでください。バイバーイ。今日楽しかった。お、こちらこそ。ありがとうございました。バイバーイ。またやりましょう。いい夢見てください。ありがとうございました。ゆっくり休んでね。ゆっくり休みます。ありがとう。かわいい、ありがとう、いっぱい言われて嬉しい。 Twitter もぜひいいねよろしくお願いします。喜びます私が。気まずいタイム長めね、この時間マジで気まずい。自分で切ってもいいかなと思ってしまうまあでもどうせなら